さんこんにちは。今回は、以前の動画で登場した、水星暁号以外の新たな導入列車を、紹介します。と言っても、全部寝台特急関係ですけどね。まず見つけたのはこちら。寝台特急、瀬戸号のセットです。瀬戸号は、東京と高松を結んだ寝台列車。車両セットには、オハ24型ロビーカー車両と、シングルデラックスが入っています。今回暫定的に、桜号牽引用の、東京機関区仕様の PF に、車両セットに付属の瀬戸号の、ヘッドマークを取り付けました。瀬戸号といえば、あの列車も再現したいですね。用意したのはこちら。朝風号のセットと 14K14型のセット。このうちの関係車1両ずつを取り出します。車両を分解。前面用ガラスパーツを取り外します。そう、この車両のテールマークで、山陰方面の列車、出雲号を再現します。シールを切り出し、このように貼り付け、車両を組み立てて、これで完成です。左の朝風客車を用いた列車が本家の出雲号とされる1、4号。右の14系客車を用いた列車が2、3号。こちらはもともと稲葉号という列車でしたが、本家に比べ利用が振るわず出雲号に、統合。いわば分家なのです。この列車は一時期、キー号という短距離寝台列車を連結していましたが、飲酒運転事故などで評判が下がり廃止に、現在サンライズエクスプレスとして、血脈が保たれている列車は、こちらの分家の出雲号と瀬戸号です。この後走らせてみるのですが、あいにく手元にも店頭にも、PF はもうありません。ではどうするか。とりあえず、山陰地区での出雲号の、走りを再現するために、トミックス、4月の新商品、DD51 型を、購入してしまいました。ウプ主にとって初めてのディーゼル機関車です。セットアップは、付属品の信号円管と、ホイッスルの取り付け、ナンバープレートなど容器類の、取り付け、M13 モーター世代となり、取り付け跡が目立たなくなりました。続いて車体下部への ATS 機器の、取り付け、最後は機関車の顔を引き締める、ヘッドマーク。当然、付属品の出雲号を取り付けました。瀬戸号の PF と並べてみると、こんな感じ。早速、客車とつなげ、自宅での試運転と参りましょう。瀬戸号の車両セットは7両でしたが、偶然お羽25の単品を1両見つけ、8両組成とすることができました。一方、本家の出雲号は、本来 A 寝台車のオロネ25が金帯らしいですが、ここでは金帯のオロネ25で代用しています。分家の出雲号には、JR カゴ、シングルデラックスとツインの改造車が組み込まれました。サンライズカゴ、その車は暁号に転向したため、暁号のセットに入っている車両を、こちらに入れてみました。
瀬戸号の客車は、下関までの山陽朝風号と、共通運用だったため、こんな風にすることもできますね。もう一編成は、こちらの24系24型、日本海号、JR 東日本、青森に所属した、24系寝台客車の、初期の車両を中心に、構成された7両セットを、こちらも中古品で見つけました。食堂車派なく、A 寝台も開放型の、編成です。今回これに、増結用として25型冷板第3両、そしてたまたま売れ残っていた機関車2種類の合計12両を導入しました。導入した機関車は、ともに EF81、オリジナル塗装のローズピンクですが、1両は敦賀に所属していた車、もう1両は長岡に所属していた日差し付きの車です。日差し付きといえば、北斗西洋機関車もそうでしたね。しかし両方とも旧製品の MQ モーター世代。その理由とは、まずは付属品の取り付けと参りましょう。長岡の車の付属品は、こちら。まずは信号円管とホイッスルを取り付けます。手が慣れてなかったせいか、付属のチグを使っても手こずりました。次に前面手すり、合計4箇所の取り付けです。次にナンバープレート。しかし2021年時点で、セットに入っている車は、すでにすべて廃車になっていたため、今回は適当に150号機を取り付けました。そして新製品が出ているにもかかわらず、旧製品を求めた理由がこれ、ヘッドマークです。上海号、上野と青森を上越線、上越本線経由で結んだ列車です。もともとは曙号の経路変更で、JR 加護に誕生した列車でしたが、わずか8年で、その曙号に系統を、譲って消えてしまったマイナーな列車ですが、これが欲しかったんですね。反対側には、それ以前に同じルートで、秋田までを走っていた出羽号を、取り付けました。ちょっといかつ EF81、いいもんですね。続いてもう一両、敦賀の EF81 も、セットアップいたしましょう。製品番号の1桁目を、長岡と揃えたかったこと、たまたま売れ残っていたことから、こちらも旧製品をチョイスしました。付属品は、こちら、長岡と同じく、ホイッスルと信号円管、そして前面手すりの取り付けです。長岡と同じ日に作業したため、手が慣れていて短時間で取り付けられました。ナンバープレートは、どうしましょう。同じ敦賀所属の選抜組、トワイライト機のナンバーを確認したところ、103号機。しかも偶然、列車の運行終了記念ちょろ9が、実家にあり、トワイライトが103号機でした。これと対になる日本海号は106号機だったため、同じ106号機を選択、取り付けました。ヘッドマークは付属していませんでしたが、車両セットに付属の日本海の、ヘッドマークを取り付けました。日本海縦貫線を走破した、栄光の寝台列車の、揃い組です。これらの列車の試運転は、ポポンデッタ、近鉄阿部のハルカス店で行いましょう。まずは基本セットの7両を、それぞれの機関車で牽引、その後、増結の3両を加えた10両の、牽引を行い、性能を確認します。それでは、出発進行。